北山側にかかる、トロ橋国道311号は、三重県尾鷲市から和歌山県西室郡上富田町に至る一般国道である。田辺市、尾鷲市間では国道425号が並行しているが、国道425号が、京路のため迂回路として利用される。海岸沿いを走る国道42号とともに、避難地方の主要道路の一つであり、 1999年の南紀熊野体験博開催に向けて道路整備、拡幅が行われた。奈良県をわずかながら通過しているが、国道169号重複区間を含む奈良県域の道路管理は和歌山県東室新港局新宮建設部が担っている。半話自動車道として高速道路が 南紀と鍋インターチェンジまで開通する以前までは、大阪方面から、紀伊半島南部や大和瀬方面に行く手段として、海岸線の国道42号は、大型トラックや信号機、一般車両の交通量が多いため、信号機が数機しかない国道424号、国道168号を経てこの国道311号に、月当たり西に、白浜温泉、 東に大瀬と走ることが可能なショートカットの道路として地元では有名であり、この道路を別名産ピンピンとも呼ばれている。国道311号は熊野川付近の大日山トンネルの北側出口と切れ、国道168号になる。また再び国道311号が現れ、大瀬方面に行くことができる。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び、 経過値は次の通り、トンネル道の駅、ありがとうございます。